戦闘開始。コトミ反則症。僕が止める。そのオレたちは長寿の炎だ。これではかわしようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い神秘だ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。別れだな、アスマ。シカマル、イノ、そして、ジョージ。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからシカマル、イノ、協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。
海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘、各部隊の協力もあり敵数が大幅に減少しています。よし、どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと？ん？どうした井之一？緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと？まさか内葉まだらか？その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。